はい、今6時2分3分になりますね。180、ちょっと M2 がね、ちょっとさっきちょっとトラブって飛ばなくなったんで、急遽、180にします。今風がね、何メーターかな、3メーターぐらいかな。そこまでもう日中はね結構強かったんですけどね、 6メーターぐらい吹いてた感じなんだけど、ちょっとね、あの M2 のね、あのオートロのリベンジしようかなと思ってね、海外でね M2 のエボでねオートロ結構してる動画っていうか、まあその一人だけなんですけどね、動画があったんでね、M2 エボの方がなんかローター長いっていう風に聞いてるんですけど、とりあえずこれ180でしたことないけどね、まあ基本あの自分550サイズ以上、700とかね、そういったサイズでしかねオートロはしないんですけど、ちょっとホールドしてピッチ角どのくらいかというとね、フルピッチでこんな感じですね。多分12度ぐらいかな。ちょっとモーターカットして、ノーマルモード、ノーマルじゃないや、アイドアップ3にしようか。してホールドちょっと解除します。お、回り出した。危ない。え、モーターカット生きてないのか。ちょっとお待ちを。アイドアップ解除して。モーターカット入ってないのか、これ。モーターカットはどっちだろう、電気地面とか、スロットルカット、あれ入ってるの、あ、スロットルが上がってたからモーターカット入らなかったんだ。この状態でスロットル下げた状態で、あ、そっか、まあ、いや、マイナスピッチ見よう。マイナスピッチで、ホールド、もアイドアップ3に入れてホールド解除すると同じですね。はい、はい、ちゅうことで多分、でもどうだろう、アイドアップ3って大抵変わらんってことはプラスピッチマイナスピッチ、10度だこれ。ああ、まあいいや、ちょっとね、やってみようかなと思います。まあ、途中で多分ねリカバリーできないと思うんで、本当一発勝負、下手すればこけるっていう感じだから、足スキッドがプラスチックなんだよね。はい、でなかなか飛ばさないのはやっぱしね怖いちゅうのもあります。やっぱ初めてするしね、自分このサイズでオートロしないんで、まあ、とりあえずちょっとね、進入着陸からしてみようか。ノーマルモード、ノーマルモード、上から、あ、やべ、上がらない、嘘、もうすでにこれオートロになってる、跳ねた、スロットル今全開のままで、電池残量96かな、90はあったんですけど、なんでモーターカットみたいな、スイッチ入ってないのにな。モーターなんだ。なんで？ん？モーターカット。なんで？おかしいの。さっきね、まあ、バッテリー繋いだ時にね電源が入らなかったんですけど、一応そのバッテリーをね変えて電源が入ったんでね、バッテリーの方が断線してるんかなと思ったんですけど、これもしかするとあれかな、機体のアンプの方の断線かな。ちょっと怖いぞ。ちゅうか今普通にオートロっていうか、まあ向き逆だけどね普通オートロなら風上に向かってねしないと浮かないんで、今は幸いなんとか跳ねたぐらいで済んだんですけど、あ、でもねあれだな、
普通触ったらね、男性ならこの辺触ったら切れたりするんですけど、それはないですね。なんでだろう。一旦バインドし直してみるか。もしかすると濃紺の疑いもあるしね。なんかいろいろね、プロポを変えたりしてあっちゃこっちゃでしてるけど、でもこれは確か変えてないもんな。まあ、とりあえずどうしようかな。一回電源切るんかな。これは電源切ってボタンを押して、バインドボタンを押してと入らないな。で電源をつなぐ。うん、危ねえ、押してないのに、うん、押してつなぐ。あ、やっぱおかしいね。今完全につながってるけど、どっかが断線しかかってんな、これ。あー、もうこれでも練習できないや。マジか。原因の場所がわかんないとあれだしな。ちょっと一応電源入れときます。あ、今急につながった。いや、多分ね、電波が来てないから電源入らなかったっちゅうわけじゃないと思う。多分普通に繋いだら、ほら、つきますよね、普通に。さっき今これランプもつかなかったんでね。なんだろう、原因がわかんないな。引っ張ってもね、断線なら引っ張ればすぐに切れるのが当たり前だけど、反対側、コネクタ側もね、引っ張っても切れないし、電池側を引っ張っても切れない。なんだろうね。気持ち悪いな。でもこっち切ってます。入れま、入れて、ちょっと今こっち抜いたけど、ホールド、し直し。いいですね。なんだろうな。赤の点滅は多分あの6軸と3軸の切り替えですね。これ 今これ6軸です。止まりました。3軸にすると切り、点滅します。なんだろう。なんだろう、なんだろう。配線じゃない。電池の残量はある。太陽フレアのせいか。太陽フレアなんか何回もね、起きてるらしいんでね、ほんと。86%。2セールって出てるな。なんでセール1、2、3セール目が出てないな。どういうこと。これ1セール死んでる。2セールしか出ないな。 8.16。 おやおや、バランスコネクターでも配線切れてんのかな。ダメですね。2セールまでしか測れない。こっち3セール出ますね。 12.3。 ただこっちの場合は電源がね、入らなかったんだよな。ほらね、電源が入らないね、なぜか。だから電池が怪しいっていう感じかなと思うんですけど、こっちはね、今、まあ、2セールになってるんですけど、電源は入るんだよな。なんかこの日光ちょっと怪しいですね。ちょっとね、ちょっとって感じだな。
なんか今日はまともにねちょっと録画も録画っていうかね動画も撮れてないんだよな。まあライブはしましたけど、はい、サンセルの 90%12.33、コネクタ OK ですね。なんだろうな、やっぱどんどんね電池も古くなるとねこういったトラブルもね出てくるしね、あとやっぱコネクタをね何回も引っ張ったりするんですよね。風がちょっと強くなってきたけど、まあオートロには持ってこいかな。あとはオートロ成功すればいいけど、さっき落ちる感じじゃなかったけどね、どうだろう。まあほぼフルピッチャー使ってたから、もしあでもどうだろうな、降りた後スローモーターのあのアンプのねあのスローカットが入ってたらある程度はゆっくり回ると思うんですけど、今までそういった経験がないような気がするんだよな。はい、とりあえず、うん、6時13分55秒、はい、一応これでやってみましょうか。カメラがちょっとまたベルトがちょっとね悪いだな。へえ、そうでもさっき本当横にこけんでよかった。でも本当はこう風上に降りないと浮かないんでね、本当マジで。はい、じゃあ行きまーす。で今、うん、そうやな、最近動画撮ってないと、うん、数は少ないのはねやっぱし、何を撮ろうかって悩んでる感じなんでね。はい、上げてます。はい、じゃあこっち対面にして下ろしてきます。ノーマルなんでね、モーターはある普通に回ってますけど、ね、要は下ろそうとするときにあの風の抵抗で降りにくいなっていうのをね今感じ取る感じですね。まあ下ろすもう一応ね、まあ多分ゼロピッチ、うん、まあまあ、 あのスロットルっていうかねあのピッチ下げて下ろしてきてるんで、ただやっぱしね左右にね難しいな。同じ位置にね戻るようにねできれば練習してもらいたいです。ちまあ自分にも言っていますけど、同じとこにこう進入45度で自分の前でね下ろすようなね、本当海外人の方は上手いですよね、あれ。自分の前に下ろしてますね。でこうフレアをエレベーターをちょっと引っ張ってフレアするんですけど、これフレア効くかな。こう案外ねこう横向きってねあの姿勢が見づらいので、こうエルロンね打ちすぎて変にこけたりね。危ねえ、緩めすぎるとテールが回る恐れがあるんでね。でまたねフォールドした瞬間にねやっぱし回る恐れもありますんでね、それがちょっと難しいかなと思います。やっぱ回るな、あべおう6軸、うう今姿勢がねちょっと分かりづらかった。今エルロンがね右に傾いてたのか左に傾いてたのかちょっと分かりづらい。はい、3軸にします。あ、じゃあ6軸で練習すればいいか。そうすると一応ゆっくり降りてくるの。でもあまし前に進んでこないな。6軸で練習すると案外いいかもしれないけど、エレベーターがあまし倒せないの。はい、一応ねなんかオートロっぽい音がしますね。でまあエルロン方向はねあのジャイロが、効いてるんで案外こう練習しやすいかもしれない。まあズルだけど、うん、これの練習でいいかもしれないな。で慣れてあいけるなと思ったら6軸のままホールド入れるといいかもしれない。前進で
ただ目測誤ったらね、この向こうの土手の下に落ちちゃうんで、はい、今一回もタイマーになったけど、まあ一応ノーマルモードなんで倍はいきますんでね。はい、来い。もう 25% まで下げてるんでマイナスピッチ入ってると思う。うん、怖いね本当。もう何年ぐらいオートロしてないか。あのエンジン機ならね回復するんですけどね、本当で電動は。あ、危ない、テール回ってきた。マジや。おお、テールがね、サーボ仕様ならねいいんですけどね、本当あのシャトルみたいにね、テールが、ま、全く、おやべ、回るな。もうこれ回ったら怖いね。普通ならね、風見取り効果で、関係ないか。普通ならまっすぐ向くと思うんだけど、テール完全に止まると、もう本当、ね、メインローターのハンドトルクだから、本当、前後とマイナス1度ぐらいで、ちょっとあの、本当、外人さんうまいな。最後だけね、ピッチアップの時にね、ぐるっとね、180度ぐらいね、回転してたんですよ。前進しないとね、あれだけど、本当ならフレアちょっとブレーキかけながら下ろしたいっちゅうのがあって、怖くなったぞ、これ。飛ばせる機体がどんどん減っていく。前進速度もね、うまいこと落とさないとね、スピードがあったらあんまし良くない。かといって回るとね、むず。とにかくね、進入着陸ですね、同じラインできれば同じ、ラインで45度で下ろしてくる。そして機体の降下速度もうまいこと操作してですよね。分かっちゃいるけど難しい。だとこの夕方の時間帯はね、案外機体の姿勢見えないんでね。あ、やっぱ回る。あー、でも外人さんのテール完全に止まってたけど回らなかったんだよな、下ろし音の時。なんでだろう、不思議だな。なんでだろう。でも最終的に、止まってたもんね、テールはね。だから完全にオートロだもん。おう、テールが向く。はい、そうそう、ちょっと回転数が減った。あ、完全にモーターが止まったね。ちょっと電池使いすぎたっぽいかな。マイナス5分、2分の5分で7分だから、ノーマル的には電池残量は普通に残ってるはずだけど、おかしいね。やっぱ電池は古いとちょっとね、電池残量もちょっとあれかな、やばいかなというふうにね、まあ、一応そんな感じの練習方法ですね。やっぱ進入着陸が基本ですからね。残量ねえだろうな。 2% 2%、 3セルの 2% ですね。はい、使いすぎました。はい、とりあえず以上になります。もう6時22分。はい、片付けましょう、ちょっと散らかってるんで。以上です。